新型コロナウイルスに感染し入院していた俳優の石田純一、66がこのほど無事退院、一部メディアで移動自粛がかかる中、沖縄に訪れたことなどを謝罪した。また、同じく新型コロナウイルスに感染し、現在は担当番組、報道ステーションの出演を見合わせて、自宅療養中なのが、テレビ朝日の富川悠太、43、アナウンサー。さらにここに来て、富川アナは、妻の近所トラブル疑惑にまつわる報道も持ち上がり、厳しい状況に追い込まれてしまっている。そんな二人に関して、どのような経緯で感染した可能性があるのか、そしてここまで大騒動になってしまった、あるキーワードについて。このほど、大人気企画、日刊大衆プレゼンツ芸能ぶっちゃけ座談会にて、徹底解説した。座談会ではまた、なかなか収まる気配が見えない新型コロナウイルスへの対応で各都道府県が行っている対応の問題点についても考察した。出演は芸能リポーターの佐々木博之氏、AKB48 の論客として知られる芸能評論家の三杉武氏。そしてメディアジャーナリストの浦健三氏が音声のみで登場。司会と進行は地方局で活躍し、日本テレビアナウンサー水浦なやさみ33に似ていることから、ケーブルテレビの水浦ないちゃんと呼ばれているフリーアナウンサー花咲あゆみが務めた。また昨今の状況を鑑み、今回も収録では出演者同士のソーシャルディスタンスを取るようにし、分割画面でお送りする。その気になる内容については、以下の動画でぜひご確認を。